どこどこに行けば安心みたいなその考え方をとにかく本当抹殺しないときつくなってきますよね。自分次第、高卒だからダメなんじゃないっていうか、大卒だからいいとかそういう話では絶対ないから、だからこういうチャンネルが結局増えても意味がない結果になるっていう。じゃあ続いてなんですけど、これは事前に就活生からいただいた質問なんですけど、就活やってるともうファーストキャリアがめちゃくちゃ大事だみたいな、ある種の洗脳のような形で就職先で結構人生決まるんじゃないかみたいな気持ちになったりとか、もしくは言われたりすることが多いんですけど、それについて成瀬さん、ファーストキャリアってそんな大事だと思いますか？いや、思わないです。終身雇用を前提としたその古い考え方を持ってる誰かが言ってて、それを共鳴した方が就活に有利になるからみんな共鳴してるだけなんじゃないですか？あともう一個あるのはあれですね、大学の受験と一緒なような要領で、大学受かったら結構なんか学歴がどうとかみたいな、ある種のステータスみたいな感じで、どこ受かった、どこ内定したみたいなのが、そういう空気感みたいなのがあるかもしれないですね。やばいよね、ちょっともう今の会話もね。だからその大学とかももう行ってないからね、優秀な人とか自分の周り、うん、本当意味ないっすよね。例えば、はい、今僕が面白いなって思うね、18歳の人もいます、はい、大学なんて行く気さらさらないわけですよ。もうでプログラマーになりますと、その人絶対就職できるんですよ。だってもう優秀なんですもん。で、優秀さな人がいい大学に行ってるだけなのに、なんでみんな大学に行ったら何かいいって思えるんだろう。逆じゃないですか。優秀だからいい大学に行ってて、大学に行くから優秀じゃないじゃないですか。その優秀さを存分に生かして、そのみんなが競争してる場所に行くんじゃなくて、自分が行ったら面白いかなって思える適切な場所を探していけば絶対仕事はあるんですよ。それを認めてくれる人がいるから。それだと僕がそう思うんだから、それだと僕とかの会社で働けるだろうし、絶対簡単なんですよ。自分はそもそも どれぐらい何ができるかっていうことにある程度ちゃんと向き合っていけば、適切な場所あって、その適切な場所を選んで活躍していけば必ずその後広がってくるっていうことなんですよ。だからもうどこどこに行けば安心みたいなその考え方をとにかく本当抹殺しないときつくなってきますよね、これから。でもいい大学に入ったからどうとか、有名な会社に入ったからどうとか、どう見ても関係がないことを、関係がないって言ってるのに、なんでみんな関係があるって言い切るんだろうなみたいな。まあそういうものだっていう意識があるからだっていうふうに思いますね。逆に誰も気づいてないからこそやったら希少価値は高くなるっていうことですよね。大丈夫ですよ、絶対大企業入んなくても。ファーストキャリアが失敗しても。でもなんかそれは今お話聞いていて、やっぱり自分の道自分で作らなくちゃいけないし、そこでなんか柔軟にもっと考えられた方が自分の気持ち的に楽に人生歩んでいけるのかなっていうのを感じました。結論全く気にしなくていいっていうことですかなと思うんですけどね。だって僕のファーストキャリアの会社なんで、マジで誰も知らないと思いますよ。でもまあ全然大丈夫だし、学歴も全然大丈夫だと思うな、うん、うちも全然高卒のメンバーとかもいたし、自分次第、高卒だからダメなんじゃないっていうか、大卒だからいいとかそういう話では絶対ないから、マジで自分次第っていうことですね。まあこういうこと言うとまた、いやなんかできるからだとか、いやそうは言ってもとか、そういうのばっかりなわけでしょだからこういうチャンネルが結局増えても意味がない結果になるっていうことなんですかね。逆に大手に行ったら勝ち組とかっていうわけでもないっていうのは、まさに伝えたいメッセージはありつつ、難しいなっていうのも同時に思いますね。その感覚はやっぱりこう学生としてもありますし、なんか先日もちょうど4年生の先輩方がもう授業終わりの最後っていうことでそのお話しされていたのを聞いていた時に、あの人本当に大手の会社どこらしいよどこらしいよっていうのがこうバーって広まっていて、その感覚はもう学生もやっぱり持ってるものなんだなっていう。いや明らかになって大手出した方がやっぱチャンネルでもめっちゃ伸び、もう数字が違うっていうのはまあそうなんだろうなと思いつつこのモヤモヤのはありますよね。最初のね、例えばキャリアで大手に入れました、入ってやってました、それは別にもう何も否定しないですよ。その中で本当にこう活躍されてそう出世をしてる人もいるわけですよね。大企業の経営をされてその会社をまあ成長させることで日本経済や世界の経済に貢献する人がいるわけですよね。それは全然いいことだと思いますよ、そういう意思があるんだったら。そのレイヤーの話とその就職活動が言ってるその大企業に入りたいとか学歴とかの話っていうのはちょっと違うレイヤーですもんね。だからそこがなんか自分の中での違和感なんだ。なんか就活生の場合はその入ることが目的になってしまってる。それどうやったら変わりますか？
どうやったら変わるか。で関わる人とかってもだいぶ変わりますもんね、うん、例えば若い人が自分みたいに今みたいな話してきたら自分はこう答えるから、はい、それも一つの知恵として入れてもらって、うん、それで変わるんだったらその人は変わったということで別にいいよねっていうことにしとこう、うん、なんでまあこのチャンネルも意味があったってことにしときます。ありがとうございますありがとうございます。高谷凛さん的にはそれこそマスコミとか行きたいのはそういう気持ちじゃないですもんね。なんか本当にやりたいみたいなのはあるってことですか。まあ、それやりたいっていう目標はしっかりあるんですけれど、ただこう先ほどお話をしていて自分の中でその道筋っていうのがかなりあやふやになってしまっていたのかなっていうのと、こう自分の適性をしっかりと反映させたその叶え方になってなかったのかなっていうのはあるので、もう一回自己分析というか自分の振り返りしてっていうのが急務だなと思いました。ありがとうございます。どうですか志望。志望は結論から言うと変わっていなくって、逆にこの今この離れてる状態をしっかりとくっつけるようにもう自分の中で自分見つめ直していきたいなっていうその意欲がすごく上がりました。意外に多分どの会社入ってもやる仕事変わんないから、今のその人間としてのなんか出てるこうキャラクターとかエネルギーとかあるじゃないですか。それに近い人が多い会社とかもし探せるといいんですけどね。それはやっぱりこう年上の方とつながっていろんな会社の空気とかを聞いて、何個かをいろいろ行ってみる。だからそのベンチャーも見てみるとか、ベンチャーもちょっとちっちゃいそういう会社もあれば、普通にベンチャーって言っても100人から1000人ぐらいの会社も全然なんかベンチャー的な感じの会社いっぱいあるんで、従業員が100人から1000人ぐらいの会社とかも見てみるとか、業界的もそうだし、なんかそのステージもそうだし、どこだったらそのキャラクターが合いそうな人がいるのかみたいなところを見てみても自分は面白いと思うんですけどね。数百人例えば会社とかに入っても面白いと思いますよ。で意外になんか それがダメかって言われると、その大企業に入ったからどうとかそこだからどうっていうのは自分はあんまりないんじゃないかなっていう気はしますけどねっていう。もう視野も広く持っておく、はい、あとその変化点が明確にあるところに行った方がいいっていうか、変化を生み出す人が欲しいとか言ってる会社は一番変化がない会の可能性があるんで、波がね来ないとサーフィンできないんじゃないですかと同じで、そもそも変動が起きてこないといけないんだけど、起きてる側にこう身を置くというか、自分はそれがすごく大事だと思うんですけどね。その視点でもう一回その業界も会社のところもあんまり視野を狭くしすぎずに見てみるともっと楽なんじゃないですか。なんかもっといろいろ冒険してみたいなっていうふうには思いました。ありがとうございます。ちなみに成田さんって今後どうしていくんですか。起業しますよ。おお、はい、まだ何か会社やりますけど。どういう会社とかはこれから決めるって感じなんですか。まあ、いくつかは決めてて、まあ、テーマ的にも教育系も1個やりますし、教育系のはまあ長くやっていくものなんで、まあ、ライフワーク的なものですけど、まあ、それ以外のまあいくつかテクノロジーもこういうテクノロジー使ってこういうのやろうとか、そういうのなんとなくイメージがあって、ということで本日は貴重なお時間いただいてありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って知ってる、ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。